はい、あれですか、和歌山で生まれて育ったということになると、例えば海のスポーツとかね、マリンスポーツなんてお得意でしょ、スキーと水上スキーと水上スキー、うん、できないです。一回挑戦したことあるんですけど、例えば潜るとダメです。釣りは、釣り、釣りはいいですね。それなら座ってるだけですから大丈夫。いやいやいや、そういうこともあろうかと思ってね、今日は竿を用意してあります。この竿をね、使いましてね、何でもありますか。何でもありますよ、この番組は。持ってましょう、これ。あ、そうですか、ありがとうございます。でね、釣れるかどうか、はい、私保証しませんけどね。じゃあ行きましょう。いやー、この海が ね大丈夫ですか、うん、この辺りがなんかこう、釣れそうな気がしません。なんとなく、そうですか、匂いますよ。ちょっとしょっぱいですね。風がちょっとしょっぱいですけど、やっぱりね、ちょっと待ってね、潮風。坂本さん、ちょっと、はい、ここへね、座るでしょ。ええ、私がね、このハンドカチーフをね、こういう方ね。あら、ね、いいんですか。いや、そう、当たり前です。今日はね、はい、大きい魚を釣ろうと思いましてね、この大きなね。何ですか、それは。これは、おそらくですけど、アジだと思うんですよ。塩焼きにすると美味しそう。もったいないですね、餌には。いや、何言ってんですか。このぐらいの餌をつけなければね、この太平洋の魚っていうのはね、釣れませんからね。行ってみますよ。はい、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ここでいいのかな、本当に。大丈夫、絶対大丈夫ですよ。いや、深さがないとね、ダメなの。ちょっと石ころ投げてみますか、ね、いいですか。情けないですね。ちょっと井戸みたいですね。井戸みたいですけど、まあ一つ行ってみましょう。はい、あの、さっきの落下音の距離とちょっと短いですね。まあだけど、やっぱり宇治の海ですからね。そうですね、一つこう、あの、それらしく、これでね、いいものが釣れると思いますよ。紀州の海でね、うん、はい、釣れる魚っていうのはどういう魚が多いですか。いろいろありますけど、例えばあのカツオとか。カツオね。マグロ。マグロ。刺身にすると美味しいですよね。マグロの刺身ね。サンマなんかも来るでしょ。あ、サンマが ね、実はサンマ寿司っていうのがあるんですけど、ご存知ですか。私ね、案外好きですよ。あの、出っ歯でね。違う。面白い。そうでしょ。違う違う。違うんですか。そのサンマさんじゃなくて、サンマをですね、ほう、そう、酢に。ちょっと待ってください。締めまして、酢で締めて、それをね、あの、押し寿司にするんですよ。これがなんとも、あらららららら、こういうやつですか。こういうやつですか。これ、これ、これです。まあ、これなんです。わあ、美味しそう。うちの母親がね、作ってくれたのが美味しいんですよ。あ、そうですか。ちょっと冬美ちゃん、悪くならないうちに食べなさい、母より。あら、手紙までついてますね。まあ、ありがとう。お母さん、どうもすいません。ちょっと、本当にね、うちの母、海の中にいるんですから。いやいや、海の母って言いますからね。せっかくですからね、召し上がってください。これ、そうですか、はい、悪いですね。こういただいていいですか。美味しいですよ。あ、大丈夫ですか。でも僕ね、申し訳ないですけどね、これ、はい、これご覧ください。光物でしょ。私、光物ダメなんです。ダメなんですか。光、じゃあ、ちょっと光って聞くだけでダメ。ちょっと待って、こうやって裏返すと、裏返せば大丈夫なんですね。裏返せば食べられるんです、これね。美味しいですよ。大丈夫でしょうね。大丈夫大丈夫。お母さんが作ってくださったあれですからね。食べますよ。ん、光物大丈夫。うん、ちょっとご飯が硬くなってますけど。美味しいでしょ。うん、ちょっと、もっとなんか、よいしょ。まあ、サンマの、この大丈夫ですか。サンマ寿司が釣れるっていうのは大変珍しい、珍しい海ですね。うん、だからこう、なんか口の中がゴワ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 してしょうがないですね。喋らないですね。そうなりますとですね、はい、やっぱりお茶がどうしても必要になってくる。まあまあ、さすがですね、宇治ですもん ね。これお茶が出てこないと、やっぱり宇治のお茶といえばね、日本一ですからね。そう、これをね、いただきたいと思います。あ、梅干し、梅干しもついてる。これが美味しいんですよ、うん、なんて言ったって、あ、美味しいお茶。紀州の梅干しって有名なんですね。有名なんですよ。なんか、ふみちゃんは噂によると、あの、梅干しを常に持ち歩いてるって。そうなんです。梅干しとね、ふりかけはいつも持ち歩いてるんです。ふりかけ、お弁当が多いでしょ。そうしますと、こう、なかなか食べるものがなかったり、冷たくなったものが多いです。そうかそうか。そうすると、自分の好きな梅干しと、あったかい美味しいお茶と、うん、だから梅干しとふりかけで、そう、あんまり大した食生活じゃないんです。そうですね、結構ね。
まあしかしこんなことばっかりしててもしょうがないですからね、ちゃんとした魚を釣りたいと思うんですけど、例えばあの忘れてはならない紀州の魚とかってのあります？忘れてはいけないよ。でも結構出ましたけどね、私が好きなのはクエ、クエ鍋っていうのが美味しいんですよ。クエ大きい魚なんですけど、多分ありますよね。海に聞かないでください。いや、あんまりこう波がキラキラしてたんで、ついついキラキラね、キラキラはセーフです。キラキラはセーフキラキラはセーフ、眩しいはダメです。く行きましょう。おい、クエだぞ。わかるか、クエっていう魚。本当にわかってるか、頼むぞ。恥かかすなよ。つまんないダジャレだったら怒るぞ俺は。海にお説教した。ちょっとあの海にね、よくね、はい、あの言わないとね、この海がね、分かんなかったりするんですけどね。さあ、何が釣れるか。いや、何が釣れるかってクエですよ。絶対？海にそう言ったんですよ。絶対釣れますか？クエですよ。おっと、おっ、ちょ、来た。クエ。これがクエですよ。海、ちくしょめ。これがクエ。泳いできましたね、今。しかも立ち泳ぎだったんですよ。これがクエなんですよ。ちょっと怖い顔してるでしょ。親切な魚ですよ。これ取っ手までついてますよ、ほら。あ、これはすごいや。これクエ。これ重いでしょ。すごい。クエだもんな。それじゃあ、食べましょう、これ。食べるっていうのはどうやって食べるんですか？クエ鍋。鍋にして食べるでしょ。ぶつ切りにしてですね。そういうことを言われると思って、ちゃんと鍋の方用意してあるんです。さすが。そう、これ私重たいですから海に返しますから。返します。もうちょっと大きくなってから帰ってくるように、はい、これがちょっと手出すなよ、手を。海が手出すなよ。海がせっかちな海だな。海が手出してどうすんだ。あ、それからね、はい、あ、海、おい海、全部返します。これ片付けてくれ、これ。このお茶もね、ちょっとこれ片付けて。これね、悪いね。挨拶するなよ。すいません。こちらにね、はい、鍋をね、今用意しましたんでね、これなかなかいいですよ。ちょっと、はい、私がですね、これいいでしょ。せっかく、あら、まあこれちょっと助けかけ私できないんですよね。なってない？もしもし。なってない？もしもし。普通八の字になるんじゃありませんか？こう。ダメ？ダメ。ちょっともう一回ちょっと挑戦させてくださいね。いいよ、何回でもやってください。やり方を変えますね。はい。で袖を通す。あ、なったよかった、よかった。それでこれでちょっと、あ、いいね、味をね。はあ、大したもんですね。ところで、はい、これがね、これがクエ鍋。クエ鍋、うわあ、できてますね。おいしそう。すごいでしょ、うちのスタッフ。うん、わあ、おいしそう。いい匂いだこれ、ね。あ、そうそうそう、忘れちゃいけないのがあるんですよ。拳が必要なの、これには。最後の拳？隠し味。拳って昆布とクエと、その後拳が必要なんです。いきますよ、いいですか？入れてください。クエ。大丈夫、それで大丈夫。さあ行きましょう。はい、さあ、今度は私が。召し上がってください。すいませんね、なんか今日は私いただいてばっかりで。おい、なんだこれ。大丈夫大丈夫、このぐらいのことでしなしね。しそうか、これがクエ鍋か。噂には聞いたことあったけれども、なかなか。いきましょう、なかなか。いただきます。あ、おいしいわ。太平洋の香りとるんですかね。クエが聞いてる。最後聞いたでしょ。あれが聞いてる。まあこんなことばっかりしててもしょうがないんですけど、はい、そうですか、坂本さんはこういう料理を食べながら座ったんですね。そうですね、僕なんかあの長崎ですからね、ええ、ちゃんぽん皿うどんで育ったんですけど。そしたら
ね、そしたらこうなるわけですね。でこうなると長崎の人怒ってますけどね、バカみんなお前じゃねえって、そりゃそうですけどね。